1になるまでデータベースの構造を見直しましたので、さてバージョンアップどうするんだという話が出るんですけれども、まあ、これはデータ移行ツールというのがありますので、まあ、このツールを使っていただければまずデータは移行していただくことができるということですね。まあ、ただデザインはちょっと手で移行していただかないといけないんですけども、まあ、一番重要なデータですね、これは移行することができます。あとはデザインカスタマイズ、まあ、非常に容易にできるように先ほどのデフォルトのテンプレートはですね、あの画像さえ変えればと言わせていただいたんですけども、まあ、そうじゃなくてもう全部デザイン変えたいという方のためにもう、画像も貼ってないようなシンプルなデザインテンプレートも無料で配布しております。というところで利便性も非常にアップしております。で、一つ昨日 EC キューブ 2.11 で、まあ、作った機能の中で、まあ、このスマートフォン対応ですね、これが非常にご好評いただいております。ということで、まあ、ちょっとスマートフォンに関してはですね、実際にどのような動きをするかを見ていただこうと思います。これ YouTube に実は動画が上がってるんですけども、1つのページで、まあ、たくさんの情報を見ていただきやすいこういうフリック機能も初めから搭載されていますね。でこれ商品詳細の画面ですね。こちらでも、サブ画像とかいうところも1つの画面で全て見ていただけるような、機能になっているんですね。商品情報もですね、まあ、回転式で閲覧できたりとか、まあ、割とこうテクニカルな動きをするようなデザインテンプレートになっているんですね。でおすすめ商品もこういうフリック操作で閲覧できますとか。いうですね、まあ、非常に、まあ、スマートフォンらしいスマートフォンのテンプレートになっています。でですね、まあ、大概はなんですけども、まだスマートフォンが流行り始めて、まあ、今年がおそらく流行り始めた年ぐらいになるのかなと思うんですけども、まだまだ、各サービス、スマートフォン対応遅れてますね。各ショップさんも遅れてると思います。で、皆さんどうされるかというと、モバイル、今まであったモバイルの、サイト、ほぼそのままスマートフォンになってやってしまいます。という形に、まあ、ほとんどのサイトはなっているのが現状ですね。で、まあ、そういうのじゃなくてですね、EC キューブが目指したのはスマートフォンでより使いやすいような EC サイト、EC、構築のテンプレートですね。そういうのを目指して作っております。もう一個だけこちら見ていただきましょうかね。これは EC キューブ公式のペイメントがあるんですけども、まあ、スマートフォンでもまあより使いやすいペイメントを提供してますよと。はい、まあ、商品詳細からほぼ2クリックで商品が買えますよという形ですね。はい、こういうことでですね、EC
CQ部結構ですね気合い入れてですねスマートフォン対応を行いまして、おそらくなんですけども、このスマートフォンの EC のサービスの中では一番よくできているテンプレートになっているんじゃないかなと思っています。はい、まあ、これが無料で使えますよという話ですね。まあ、ここからなんかデザイン変えていただいたりとか、あの簡単にしていただければ、あの本当にスマートフォンのアプリのようなあのデザインのサイトができるんじゃないかなと思います。というのがスマートフォン対応でした。でですね、このスマートフォン対応で何をこんだけ押してるのかっていうのは、まあ、いろいろな人に言われるんですけども、まあ、ちょっとこれ完全に見にくいと思うので、まあ、口頭でいろいろ説明するんですが、モバイルコマースの現状というのを、まあ、調べた、ものになります。でこの、まあ、いろんな、まあ、EC 何のデバイスで買われたかという表なんですね。で一番上、特にまあ書籍のとか DVD とか CD とかの欄を見てみますとですね、あの一番上の青いブルー、濃いブルーがですね、スマートフォンで買われた人の、パーセンテージですね。で薄いブルーがパソコンで買われた人で、緑がモバイルで買われた人ですね。まあ、現状あのまだスマートフォンっていうのが、まあ、日本でも持ってる方半数以下だと思うんですけども、もうすでにモバイルで買われた方の2倍以上の方がスマートフォンで商品を買われているという現状もあります。でこれは今後もあのスマートフォンというのはどんどん出てきますので、あの伸びてくるんじゃないかなと思っています。まあ、もちろん PC で買われるのが一番多いんですけども、まあ、逆にですね、家具とかインテリアとかに関してはやっぱり PC でほとんど買われていますね。モバイルとかスマートフォンでほとんど買われてないですね。まあ、軽いものからあのよく買われているんじゃないかなと思います。もう一つ、e コマースの転換率という調査があります。まあ、転換率、コンバージョンというんですけども、まあ、購入者割る訪問者数ですね。まあ、訪問者の人がどれぐらいの、割合で購入したかという、率ですね。これはあのとある ASP サイトの、まあ、集計結果なんですけども、まあ、PC と携帯ではですね、まあ、100人が、そのサイトに訪れて購入された率が 1.7% ぐらいだったというわけなんですね。ただ、スマートフォンに関してはこれが、倍ぐらい 3.4% の方々がスマートフォンのサイトに入っていって商品を購入していると、まあ、非常にコンバージョン率、転換率が高いデバイスというのが、スマートフォンですので、今後ですね、スマートフォンで EC サイトどんどん増えると思いますし、あのスマートフォンでなら商品がよく売れるというのが今のところですね、言えるということですね。あの各社さんはスマートフォン対応あのどんどんとしているという現状にあります。でですね、まあ、スマートフォンで買う理由も簡単に、アンケートがあるんですけども、まあ、まずは画面が見やすいというのが一番ですね。左が満足点なんですけども、で、あとは画面のズームがしやすいとか、文章が読みやすいとか、リンクが押しやすい、デブが見やすいとか、まあ、主に見やすいというのが一番の利点ですね。見やすい、もう手で持って自由に見れるということですね。いつでも自由に見れる、見やすい。というのがこれスマートフォンで買う理由ですね。逆にですね、まあ、不満な点もありますよと。1ページに情報が少ないとかですね。まあ、複数サイトを使った商品比較、まあ、これはほぼ PC ではやりやすいと思うんですけども、しづらいとか、ページの読み込みには当然時間がかかりますとか、で、あとテキストの入力、これは完全にやりにくいですね、スマートフォンは。というのもあります。まあ、ただ、EC キューブに関しては先ほど申しました通り、モバイルとは違うので、まあ、1ページの情報量が少ないというところは、できるだけ解消するようなスマートフォンのテンプレートになるんですね。これ一番大きなところ、不満というのは、1ページの情報が少ない。まあ、モバイルそのまま変換したらやっぱり1ページの情報少ないですね。基本的に切り替えで対応していると思いますので、はい、EC規模はそんなことはないんじゃないかと思っています。はい、こういうまあスマートフォンで買う理由があって、どんどんと伸びてきていると。まあ、EC規模もスマートフォンにかなり力を入れておりまして、今後も開発、スマートフォンをどんどんと開発していこうと思っています。
ということで、まあ、時間もだいぶ押してきたので、最後なんですね。今後の展開について。はい。EC キューブ今後の展開なんですけども、国内ナンバーワンの EC 用コンソースになりましたというのが1年半前ぐらいですね。さて、まあ、そこから、ナンバーワンをキープするのかと。まあ、キープはするんですけども、それだけで発展性がないんですね。まあ、要するに、まあ、オープンソースとしてだけじゃなくてですね、EC サイトを取り巻くような環境が構造的に今変化していますという話があります。はい、まあ、これはもう主要の、本当に主要のサービスですね。Amazon、楽天、まあ、海外では eBay ですね。まあ、特に Amazon さんとかですね、まあ、集客はやっぱり Amazon でしますとか、Amazon アソシエイトっていう、まあ、アフィリエイトみたいなものもあります。ということで、Amazon は売り場のサイトだけじゃなくて、集客もできます。だけじゃなくて、購入後、配送ですね。配送も Amazon が請け負いますという形で、まあ、次の日に届いたりしますよね、Amazon で買われたら。ということで、Amazon さんっていうのは、サービスとして売り場だけじゃなくて、集客もできますし、購入後も対応、ワンストップなサービスができるというのが、今現状 の, トレンドになっています。これ、追随しています。楽天ですね。集客っていうのはモールなので、まあ、そもそもできますよと。で、リアルでの集客やってます。楽天イーグルスとからしですね。で、売り場に関しては楽天はモールだけじゃなくて、まあ、ED も買収しましたよということで、まあ、電子マネーですね。まあ、リアルにもどんどん進出していって、リアルとネットの、融合性を高めようとしています。で、最後、楽天さんも、翌日配送とかで、購入後の対応もされています。ワンストップなサービスされています。で、eBay も一緒ですね。もうほぼ一緒です。皆さん、ワンストップのサービスというのをされています。EC ではこの今後、ワンストップサービスというのが非常に重要になっていきます。ここですね。集客から物流、もしくは CRM、まあ、O2O というのはオンラインとオフライン、まあ、楽天さんみたいにですね、オンラインとオフラインの、融合性ですね。出していくと、こういうトータルで考える時代にもう差し掛かってきています。まあ、ただし EC キューブ対応しているのはここだけですね。オープンソースなのでここだけなんですね。なので EC キューブといたしましてはここですね。今まで EC サイトにいろうと EC サイトだけに見てたんですけども違いますと。e コマースにいろうと。ということで、e コマース全体を見たサービスをこれから EC キューブやっていきたいと考えています。まあ、要するにですね、構想はこういう形ですね。EC キューブが真ん中にあって、モジュール、まあ、集客とかですね、集客のモジュールを、たくさん用意したりとかですね、あとリアルのショップさんとの連携を強めるような施策を打っていったりとかですね。あと、まあ、売り場ですね。最近はiPad をコスにしたりとかいうのも結構流行ってきてるんですけども、まあ、そういうプラグイン、モジュールを作ったりとかですね。あと、購入後、ロジスティックですね。EC キューブをやられてる店舗さん、どうやって商品を送るのかというところのサービスまで充実させようと考えています。これが今後の EC キューブの展開ですね。オープンソースだからといって、この他のサービス、自分たちで取り揃えないといけないと。いう時代もうそろそろ終わりですね。EC キューブを使えば全てのサービスがもう揃うという形をこれから目指していくことになります。まあとはいえ、まあ、まあまだまだ揃ってないので、これからやっていきますよという話ですね。でまあその第1弾といたしまして、このプラグイン機能というのを EC キューブを具体的につけます。でこのプラグイン機能をつけることによってたくさんの、まずはつなぎ込みができるようになりますね。というのをもう2012年の2月あたりまで開発を、進めるように、進めております。でまあここですねベータ版を2月末ぐらいに出そうかなという計画ですね。でまあベータ版が出てからですねプラグイン皆さんにこう作ってとさっきの開発コミッターの方にお願いしてですね。それで評価、作成、プラグインを作成していただいて、まあ、プラグインがある程度揃ってから、まあ、ユーザーさんにお届けしようと思っていますね。というのが、まあ、3月、まあ、もしくは4月ぐらいですかね。正式版、2.12 というバージョンになると思うんですけども、ここら辺りで正式版を出そうと
思っています。でもこれは先ほどのワンストップサービスをやる、まあ、一歩手前ですね。まずはつなぎ込みをできるようにすると。でそこからつなぎ込みしていろんなサービスどん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 つなげていこうというのがこれからの EC キューブの発展の仕方になります。はい、ということで、まあ、EC キューブとはというところから始めさせていただきまして、まあ、EC キューブの次の展開までお話をさせていただきました。まあ、もうちょうど、16時ですので、まあ、もし質問があれば1つ、2つぐらいお答えしたいと思うんですけれども、何かご質問ありますでしょうか。あ、はい、ちょっと移転もよろしいですか。はい、物流の件なんですが、はい、西武運輸さんのモジュールがあったと思うんですが、はいはい、ああいうので佐川さんとか黒猫さんのモジュールは作るのではあるんでしょうか。実は、はい、はい、エンドユーザー向けのマニュアルみたいのはございますか。はい、うん、できればプリントアウトしたようなこう見れるようなやつがいいですか。なるほどですね。まず一つ目、物流に関しては佐川さんとか、黒猫山さんですかね、これらの方に関してはアライアンスを組むのが非常に難しくてですね、まあ、向こうさんから営業してくれないというのもあるんですけども、というのがあってプラグインで、まあ、ただノラでやるのは自由ですので、このプラグイン機能で多分すぐに作られると思います。これは皆さん欲していると思いますので、で、まあ、西武さんに関しては今もアライアンス組んでますので、まあ、それも充実していくことになります。で、皆さんは eCollect を使いたい方は、まあ、山本さんに組んでいただいたり、大きな商材を売りたい方は、まあ、西武運輸さんにやられたりとかということで、まあ、各商材によって使い分けていただくということで、まあ、いろんな方々にとって使いやすいワンストップのサービスを目指しますというのが一つと、あとマニュアルですね。マニュアル実はパートナーさんからいただいているものがあって、それを配布しようと思っているのが直近のところでして、運用マニュアルとかですね、ただですね、まあ、サイトのどこで配布しようかなというのが今悩んでいるところです。まあ、それまで配布されるまではすいません、本を買ってくださいということになりますね。はい、あるのはあるので、いつかマニュアルは出したいなと思っています。はい、ありがとうございました。はい、他は大丈夫でしょうか。あ、はい、2.11 の決済モジュールとかっていうのは大体どうですか。あ、 2.11 の決済モジュールはもうほぼ全て出揃ってます。はい、2.11 では、10個ぐらいの決済モジュール使えるようになっております。はい、GMO PG とかペイジェントさんとかペイパルとか、あとは SBI ベイトランスさんとか、UFJ ニコスさんとか SMBC ファイナンスとか、本当にいろいろ揃ってます。あと LP 後払いというサービスもありますね。ダウンロードできます。そうです、0円でダウンロードできます。で、使っていただく、会社様 と、まあ、契約していただくという形です。モジュール自体は0円。それはオーナーズストアというサイトで売ってますね。じゃあ最後に、じゃあオーナーズストアだけ、すみません、もう時間も過ぎてるんですけど、オーナーズストア、はい、オーナーズストアですね。オーナーズストアって打ったら一番初め出てくるのがこのサイトなんですけども、ここでですね、EC キューブの決済モジュール、ちょっとオフィシャルサイトと違うので若干分かりづらいんですけども、はい、EC キューブペイメントから SM、EC ファイナンスとか PayPal とかですね、もういろんなルミーズ、イプシロンとかありますね。これ全部0円です。先行くと、なんか、なかった気がしたんですけど。はい、でも、はい、あります。はい。はい、ということで、すみません、5分ちょっと押してしまったんですけれども、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。